ボルボ Design Your Life。 渡辺佑と山田れながお届けしている J-WAVE ラジオドーナツ。この時間はボルボ Design Your Life、 家族、こだわり、ライフスタイルなどを大切にするスウィディッシュシンキングのスピリットをゲストとともに探っていきます。はい、今日はバンドネオン奏者小松亮太さんをお迎えいたします。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、いろいろお話を聞いていく最初のテーマ、はい、ファミリーということでちょっとお話を伺いたいんですけど、はい、まず小松さん、ご両親が単語奏者でいらっしゃるわけですよね。そうですね、母親ピアニストで、ギターが父親ですね。お父さんがやってらっしゃって、はい、でもバンドネオン自体は、14歳からご自身で始められた。そうですね、当時も先生もいなかったしね、その例えばこの楽器をどうやって勉強するかっていう情報もなかったんで、インターネットもなかったし、だから、仕方なく独学で、ね、始めて、っていう感じです。バンドネオンやろうっていうのはご両親の影響もあってってことなんですか。両親っていうのもあるけど、両親の特にその、周りのミュージシャンたち、それから先輩たちもですね、はい、とにかくタンゴやるんだったらバンドネオンなきゃしょうがないから、でも、誰か新人さん出てこないかなって言ってたんですけども、はい、でそしたらあるアコーディオン奏者の方が、僕バンドネオンやってみますって、挙手したわけですよ。で、彼にとってはその、バンドネオンとアコーディオンってなんかこう何かしら互換性があるように見えたんでしょうね、無理もないんですけど、でうちの両親がまた舞踊院に買ってきてですね、いきなり買ってきちゃって、そのアコーディオンの人に「はい、じゃあ弾いてみろ」って言ったら「すいません、弾けません」って言って、もう5分でキャンセルみたいな感じになって、やっぱ全然違うわけですね。笑っちゃうぐらい違う。ちょっと素人目にはパッと見似てる感じなんですけど、要するにあれでしょ、演奏してる時に、はいはい、真ん中の、伸びたり縮んだりするとか、うにゅーって動くかどうかっていう、そこのとこだけですよね。はい、だから抑えるとこは全然違います、ね。もう何にも関係ないですね。もう筋肉の使い方から何から全部違うんで。そうか。それで、でも14歳から始められて、はい、そのだって最初何もないわけですよね。はい、そのお手本になるものっていうのは。もうせいぜいビデオとか。弾いてる人のビデオ。なんかやめたいとか思わなかったですか。でもなんか面白そうだと思って続けたんですか。一つ思ったのはやっぱり超マイナーすぎる楽器なんで、生きていくの苦しいかなって思ったのが一つで、でもう一つ思ったのは周りの人がいやこの楽器はもう弾けるようになったらもう持ってるだけで世界一だからって言われて、ワンアンドオンリーになれると。そう、ワンアンドオンリーにならざるを得ない。嫌でも、だから人がやらないことをやってね、生きていった方がいいんじゃないのみたいなことを随分けしかけられまして。そんな小松さん見てご両親はなんておっしゃってたんですか。いやもうとにかく、あ、これで新人が出てきたみたいな感じでしたね。ご両親としても、自分の家族内に新人登場と、そうだから別に自分の子供だから嬉しいとかそんなことじゃなくて、とにかくこれで仕事できるぞみたいな。いやだってそう、ご両親は最初だってそのアコーディオン奏者の方がやってくれればそれでもよかったわけだ。よかった、ね、とにかくでもできなかったから、バブル期でしたからね、仕事自体はありましたから、ところがプレイヤーが好きなすぎちゃって困ってたっていう。その後ってそのバンドネオン奏者としてデビューなさることになるわけですけど、なんていうんですかね、そういう意味でのこうタンゴバンドネオンっていうのの、そのなんか認知っていうのは小松さん登場以降全くやっぱ変わるじゃないですか。変わりましたね。っていうことは逆に言うとちょっとご苦労もあったのかなっていうことも思うんですけど。いやそれはやっぱりね、例えばですけど、じゃあタンゴっていうものがみんなが聴けるようにするにはどうしたらいいかっていうと、とにかくいろんな人が集まってる場所に持っていかなきゃしょうがないんだけど、当時ね、やっぱりそうですね、タンゴを演奏させてくれるワールドミュージック系のお店とか、とっても少なくて、で例えばジャズ系のお店に電話をかけて出させてくださいって言ってもですね、ほとんど門前払い。あ、そうなんですね。でやっぱりタンゴって言うと一応ワールドミュージックに入るだろうなと思ってワールド系のお店に電話かけようとするんだけど、全然今ほどなくて、だからもう数自体が、だからもう大体みんなね、当時20年前とかライブハウスって言ったらジャズ系かロック系だけで、ワールドミュージック系ってもの自体がなくて、でまずそこからつまずいて、でもお客さん集めもやっぱりネットが今みたいにないですからね。そうですよね、もうとにかくもう会った人からとにかく名刺くださいって言って、もう名刺こんな貯めて、ダイレクトメール、郵便郵送だからもうめちゃくちゃお金かかるし、いやでもそれが最初はご両親が買った一台のバンドネオンから始まってるわけでしょ今の話の。そうですね、すごいよな。はい、いや今日本当どうもありがとうございました。ありがとうございました。ぜひまたお越しください。はい、お願いします。ボルボデザインヨーライフ、
今日は小松亮太さんをお迎えしました。ボルボ Design Your Life。 This program was brought to you by ボルボカージャパン。